番長と呼ばれ、こわもてだったために誰も逆らうことができなかった清原和博。巨人時代、清原の腰巾着、射程、弟子と言われ、いつも清原と行動を共にした人物がいます。それがチームのムードメーカーで、お調子者でもある本木大輔でした。現役時代、2人はいつも一緒にいるイメージを持たれている方も多いでしょう。しかし、選手を引退してからの2人は関係が崩れ、本木の態度が一変しているのはご存知でしょうか。清原と本木は本当の親分と舎弟だったのか。2人の本当の関係性に迫っていきます。元木、怖くて仕方なく従った。清原の恐怖政治の光と闇。清原は PL 学園時代、高校球児ナンバーワンと言われる打撃センスを持ち、甲子園でその名を轟かせました。甲子園で大活躍した後はドラフト1位で西武に入団。西武に入団後には4番バッターとして大活躍し、23歳という若さで史上最年少の1億円プレイヤーとなりました。西武にとって宝物のような清原を、当時の球団オーナーだった堤義明氏がとにかく可愛がります。オーナーは清原を溺愛のあまり、球団に対して清原をマスコミやスキャンダルから守れと命令するほどでした。この命令により、もみ消された清原のスキャンダルはいくつあったか分かりません。堤オーナーに守られていた清原は増長、だんだんとチーム首脳陣の言うことすら聞かなくなっていきます。さらにこわもてで近寄りがたい雰囲気の清原は、徐々にチームメイトや関係者からも距離を置かれる存在となっていってしまいました。そんな中、 FA 権を取得した清原は巨人へ移籍。この移籍で清原と周囲の間にある距離が縮まることはありませんでした。生来から近寄りがたい性格だったことに加えて、移籍組である清原は巨人のチームメイトと壁ができてしまいます。しかし、その窮地を救ったのがお調子者本木でした。清原は同じ関西出身である本木のことを大変気に入り、広沢さんと本木がいなかったら自分はどうなっていたかわからないと語るほど本木のことを可愛がっていました。現役時代の本木は当時の監督である長嶋茂雄氏からくせ者と命名されています。それほど相手チームからは嫌な選手だったのです。打席での本木は配球の読み、ここ一番での勝負強さ、カット技術は誰よりも優れていました。さらに守備では隠し球の名手として有名でした。類まれな野球のセンスを持ちながらも練習嫌いだった元木。プロ14年間の通算成績は891安打66本塁打とスター揃いの巨人の中では目立った成績を残すことができませんでした。しかし、元木は抜群の頭脳を生かしたプレーやチームのムード作りなど、数字には記録されなくても勝つチームには絶対に必要な多くの貢献を行いました。元木のおかげで巨人の黄金期が再び訪れたと言っても過言ではありません。そんな元木は清原軍団のナンバー2としても有名ですよね。清原軍団とは、清原が可愛がっていた主に関西出身の後輩たちのこと。清原軍団のメンバーは清原と共に次のような傍若無人な振る舞いをしていました。嫌いな選手への威嚇や野次、若手いじり、記者への牽制や威嚇、時には目に余るような行動もありました。清原軍団の中で最も清原と本木にいじられていたのが現中日のコーチである小田康平氏です。当時眼鏡をかけていた小田は、ライバルチームヤクルトの捕手であった古田敦也に似ていたのです。対戦時、古田から徹底的に抑え込まれていた清原と本木、そのストレスの吐け口として若手いじりの形で小田が標的になっていたのです。小田の靴紐を固く結んでほどけないようにすることは日常茶飯事。強烈な感情で病院送りにしたこともあったようです。病院送りというのはいじりの域を超えてしまっていますよね。さらに清原はナンバー2の本木に対しても強烈ないたずらを仕掛けます。ある日の試合後、本木は球場内でシャワーを浴びて下着姿で涼んでいると、突然股間が熱くなってきました。病気でももらったのかなと驚いているうちに、
暑さは痛みに変わってきています。そこでトイレに入って原因を確認すると、下着の内側に大量のサロメチール、筋肉疲労を和らげる塗り薬が塗られていたのです。また試合後にユニフォームや下着をクリーニングに出した元木、クリーニングされて帰ってきた洗濯物を確認すると、黄色い女性用の下着が混ざっていました。びっくりして下着を手に取ってみると、元木の背番号である2が書かれていたのです。クリーニング業者は背番号をもとに洗濯物を各選手に返送しているため、女性用下着が元木の洗濯物に紛れ込んだのです。このいたずらの犯人も元木は清さんだと思うと推察していました。いたずらを仕掛けたことは数知れず、しかし清原にいたずらを仕掛けられる人物はいなかったようです。このようにチームメイトを中心に多くのいたずらを仕掛けていた清原、当時の野球の成績はというと、清原軍団を結成した2000年頃は4番バッターとして3割近い打率を残していました。ただ1999年以降怪我が増え始めたために、同年オフから肉体改造による筋肉増強を試みます。しかし筋トレのせいで体重は増加するも、ランニングはおろそかにしたせいで膝の故障や肉離れが増加、9年の巨人軍在籍で規定打席に達したのはたったの3回という結果でした。清原はチームバッティングもしない上に、怪我が多かったりと、なかなか思うような結果を残すことはできませんでした。さらには夜な夜な六本木で遊び回る始末、その頃から清原はピアスを開けたり派手な服装が目立つようになっていました。トレードマークである両耳のダイヤモンドピアスは総額400万、愛車である970万の BMW を、2年後には2600万のフェラーリテスタロッサに乗り換え、このような豪快な振る舞いから清原は番長と呼ばれるようになりました。あまり語られることはありませんが、清原は器の大きな人間でもありました。元木は2軍の選手の相談にもいろいろ乗ってあげてるのを僕は知っていますと明かしていますし、野球には本当に真摯に向き合っている方でしたとも語っています。ずっと一緒にいる元木は世間が知らない本当の清原の姿を見てきたのでしょう。さらに巨人でチームメイトだった西俊久氏も、やんちゃで豪快なところがとても頼もしく思える人と清原のことを慕っていました。当時清原さんは多くのマスコミに追いかけられていたために、他の選手に迷惑をかけないようにと、大半の選手が帰った午後から練習に訪れていたのですと清原の気遣いや優しさを明かしています。素行不良や他人への必要以上の威嚇などがあったのは事実。しかし番長というのはマスコミが作り出したキャラクターであって、本来の清原は良き兄貴分でした。さらに当時チームメイトだった高橋久典氏も次のように明かしています。清原軍団とはメディアが作り出したもの、清原軍団は球場内だけ、遠征先でも清原さんは基本一人で食事に行っていました。面倒見はいいです。番長に加え清原軍団を率いているといったイメージもメディアが作り出したものであって、本当の清原の姿ではなかったのですね。現役引退後にも清原と元木は共にバラエティ番組で活躍しています。2015年に放送された番組内で、元木は清原とタフィローズがロッカールームで一触即発となったエピソードを明かしています。野球道具を大切にしている清さんのバットをローズが勝手に触り始めた。清さんが何度もやめろや、もうやめろやって言った後に怒ったんです。僕が止めたんですけど、若手とかはロッカールームからすぐに逃げていきましたねと語ると、清原は苦笑いしています。ここでも元木は清原が野球道具を大切にしているという清原の素顔を明かしていますね。しかし2014年に出演したラジオでは清原との交流は深くなかったと明かしています。現役を辞めてからはこれといった交流はないんです。これだけは言っておきたいんですけど、清原さんとは今は何の関係もありません。だって関係持てないでしょ。当時清原は週刊誌で薬物使用を疑われていたのです。さらに
僕は人間的には桑田さんタイプですからと、清原が毛嫌いしている桑田真澄の名前を出し、少なくとも清原タイプではないですと完全否定しました。実際に清原とプライベートで食事に行ったのは2回ほどだったそうです。その後2016年に清原は覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕。清原軍団のナンバー2である元木なら何か知っていることを期待されて記者から取材を受けると、事務所を通してくださいと電話を切られ、事務所に確認すると以下のような回答がありました。お話しすることはありません。また2018年にバラエティ番組に出演した際も、清原さんとべったりじゃないんですかという質問に対しても、いや違いますと即答しています。世間的にも清原と元木は仲がいいと思われていましたが、元木はただ逆らえずに一緒にいただけだったのでしょうか。逮捕されて懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を受けた清原、その後薬物依存症の治療を受け更生したとされています。その後清原は2019年にはワールドトライアウトの監督に就任し、2020年には著書薬物依存症を出版。現在は YouTuber として自身のチャンネルを開設し、テレビ番組にも出演するようになりました。出演時には現役時代の苦悩や薬物依存になってしまった理由などを赤裸々に語っています。次々と明らかになる事実は世間の知っている清原の姿とはかけ離れたものでしたね。清原に薬を売っていた売人が覚醒剤を吸っている時だけが番長から解放されているように見えたとも明かしています。いつも番長としての役割を期待され、清原軍団を率いていることを世間から強要されていた清原、世間からの期待やイメージを演じることに疲れてしまったのでしょう。薬物疑惑をかけられた清原はメディアへの露出が激減します。2015年、とんねるずの石橋貴明氏の番組や中居正広氏の番組への出演をきっかけに、再びテレビで清原の姿を見かけるようになりました。テレビへの出演機会が得られたことで清原がメディア復帰できたのは石橋氏と中居氏のおかげだと思われていました。しかし実際に救いの手を差し伸べたのは元木の妻であるフリーアナウンサーの大神泉さんだったのです。夫である元木が大手芸能プロダクションに所属している大神さんに次のようにお願いしたといいます。会長に清原の復帰をサポートしてほしい。そのおかげで清原は数々の番組 CM への出演ができるようになりました。元木夫婦のサポートを知った清原は当時を振り返って次のように述べました。元木夫婦には感謝している。交流はないと言いながらもしっかりと清原の復活をサポートした元木、本当に関係が悪ければ奥さんにお願いしてまでサポートすることはしないですよね。清原が薬物使用で逮捕された当時、タレント活動を続ける元木本人のイメージダウンを避けるために清原のことを切り捨てたように見られていました。しかし心の底では器が大きく、信頼できる番長として清原のことを慕っていたのではないでしょうか。元木は2019年から巨人の一軍打撃走塁コーチに就任し、2020年からはヘッドコーチに昇格しています。タレントのイメージが強いため世間からは不安の声も少なくありませんでした。しかし元木を知る人たちは口を揃えて、元木ほどヘッドコーチに向いている人はいないと明かしています。それは元木に視野の広さ、他人と異なる視点、嫌味なく指摘できる人間性、ムードメーカーと多くの能力があったからです。そんな元木コーチに対して清原は、今の時代の選手たちに合ってるんじゃないですかね、僕たちの先輩後輩の厳しい時代よりもだんだんコーチと距離感が近くなって、そのコミュニケーションがうまいんじゃないですかねと元木を絶賛し、さらに選手時代は打撃を教えてもらいましたよ、視野が広い、よく見てる、僕の打席で見てる時に合図してくれる、東京ドームだと一塁側ベンチが見えるのでファウルを打った瞬間に
もっとリラックスしろだとか、振りすぎだとか教えてくれる、と元木のコーチとしての素質を語っています。そして、それでかなりホームランを打たせてもらった、と通算525本塁打の偉大な記録の裏には、元木の手助けがあったことを明かしました。薬物からのメディア復帰後、2021年に甲子園で行われた巨人対阪神の解説を務めた清原、8対1で巨人が勝利した試合後、元木、原監督、宮本投手コーチの3人が解説者席の清原へ手を振ったのです。清原も立ち上がり、手を振り返して一礼。清原は目に涙を浮かべながら、元木ヘッドコーチの演出だと思うんですけど、まさか原さんがバックネット裏に手を振ってくるとは夢にも思っていなかったので、今まで頑張ってきて本当に良かったと思います、ありがとうございます、と語りました。清原が強制した一方的な関係に見えた二人。しかし、現役の頃から引退して以降も、清原を支えていたのは元木だったのです。清原には元木や巨人のチームメイトにしかわからない本当の素顔がありました。今後は元木への感謝を忘れずに、スター清原だったあの頃のような活躍が戻ってくることを期待しています。本当は面倒見がよく、良い兄貴分の清原氏、常に清原氏を陰ながら支えてきた元木氏、世間から見えていた二人の姿とは違いますが、尊敬し合っていたのは事実だったのでしょう。また二人並んで活躍する姿を見たいですね。清原氏、元木氏について感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。